悠々と泳ぐ鯉の姿。色とりどりの鯉はおよそ1000匹います。1000匹。ここは岐阜県飛騨市古川町の観光スポット、はい、瀬戸川、うん、冬の間は除雪した雪を溝に流すため毎年池へと引っ越します。今日は朝から地元の中学生らも手伝って網で丁寧に一匹一匹トラックの水槽に移していきました。大変だ。そう、鯉は重さが10キロほどあるということで重労働なんです。そんなにあるの。冬の間は瀬戸川からおよそ500メートル離れた増島城跡の堀池で見ることができるそうです。鯉、うん、は来年4月おこし太鼓で知られる古川祭りの準備が行われる頃には瀬戸川に戻ってくるということです。